オールドマップ・オブ・ザ・リパブリック・オブ・ベニス・アンド・イッツ、パゼション・スイン・エストリア・アンド・ダルメイシャ、スタート・ダ・マール、または、ドミニ・ダ・マールは、ベネツヤ共和国の領土のうち、ベネツヤと周辺の方及び、イタリア半島の本土を除く、海外領土を指す。具体的には、イストリア、ダルマティア、アルバニア、ネグロ・ポンテ、モレア、エーゲ海諸島、ナクソス公国、クレタ島、キプロスが挙げられる。 ベネツィアの海上帝国への歩みは1000年頃のダルマティア征服に始まり、1204年の第4回十字軍とビザンツ帝国の分割により、形式的には最大半島に達した。ただ、この時にベネツィアが獲得したと主張した土地のほとんどはビザンツ帝国の後継国の支配下にあり、その他の取り分も1261年の ニカヤ帝国によるコンスタンティノープル奪回に伴い喪失した。しかし14世紀後半にキヨッチャ戦争でジェノバ共和国を下したベネツヤは再び急速にその勢力を拡大していった。1386年にコルフ島、1388年にアルゴスナウプリア、1391年にエーゲ海のティノス島とミコノス島、1392年に アルバニア沿岸のドゥラジオとアレッシオ1396年にスクタリ1397年にドリバストを獲得した。1402年アンカラの戦いで東のオスマン帝国が壊滅的な打撃を受け西ではミラノコージャンガレアッツオビスコンティが死去して北イタリアに政治的空白が生まれた。ベネツィアはこの木を逃さず海外領土も本土も 大幅に拡張していった。1403年のガリポリ条約で、バルカン半島南部における商業的な足がかりをつかむと、1407年にレパント、1408年にバトラス、1410年にナバリノ、1423年にテッサロニカを獲得していった。ダルマティアについては、キオッチャ戦争後の1381年のトリノ条約により、一旦は、 ハンガリー王国への割動を余儀なくされていた。しかし上述のオスマン帝国の混乱に加え、ハンガリーでもナポリオ・ラディズラーを一世と、ルクセンブルク家のジギスムントによる王位継承紛争が勃発しており、1409年に、ベネツヤは10万ドゥカートの資金援助と引き換えに、ラディズラーを一世からザラ、ツレス島、オッセロ、アルベ島、パグ島、ラウラーナ、 ノビグラード、その他、ダルマティア全土を獲得した。1420年には、フリウーリの併合にも成功した。何世紀もわたって、ベネツィア共和国のスタートダマールは、バルカン半島のアドリア海沿岸を中心に維持された。17世紀や18世紀の地図には、アドリア海に、ベネツィアの海というあだ名が書き込まれていた。しかし、オスマン帝国が、バルカン半島全域にわたって、 勢力を拡大していくにつれ、スタートダマールは失われていった。1797年に、ベネツィアがナポレオン・ボナパルトに征服され滅亡したとき、残っていた、スタートダマールは、イストリア、ダルマティア、イオニア諸島のみだった。マップ・オブ・ベネシャン・フォーツ・アンド、プレゼンス・イン・ザ・ストとダマール・オブ・サザン、バルカンズ・ハット・ AB ・グーレイ・ナンバーワン・996。 ラポリティカデッレアンネッシオニ、AB グーレイナンバーワン996、ラコンキスタデラデラマッツィア。ありがとうございます。